はい、ということで今回は文化服装学院にやってきました。イエーイちょっと後ろからの圧がすごいんですけど、正直ビビっておりますが、やっぱ勉強するのが一番だということになって、まず学校に企画書を送らせていただいたんですけれども、一応 OK だということで撮影をさせていただくことになったので、いろいろ学んでいきたいなと思います。ガチガチに人見知りなのですごい服飾学生ですみたいなバチバチの人が来るとちょっと不安だなっていう気持ちはありますけど、アプリキャッツかこんなところで見てるよ。わあ、これは可愛いわ。どうしよう、時間がかかる。あれ？すごい。すごい。これも学生さんが作ってるんですね。すごい。これきゃ、あ、これこうやって着るんだ。すごいな、芸術性が高くてすごいですね。でもすごいおしゃれすぎてすごいな。なんかすごいすごいですね。すげー。これバッグだ。ここに手を入れて、もうあ、バッグ。なるほど、すごい。話すの怖いな。そうですよね。そうですよね。うわ、すごい。こんにちは。ちょっと、行けた。どうする？めっちゃ見てるよ。なんそういう子たちがなんか垢抜けられるような、どういう風に見せていったらまだわからないんですけど、でもまあそういう感じのお洋服をコンセプトに、まあ10代から20代前半の女性をターゲットにしていきたいなと思ってます。コンセプトめっちゃしっかりしてらっしゃる。ありがとうございます。めっちゃ簡単。ありがとう。今後も私のブランドもなんかそういうのに出せたらいいなみたいな気持ちもあるんですけど。
ど、どういうブランドだったらファッションショーとかに出てほしいっていうのになりますかね。まずはそのデザイナーさんのその服のコンセプトとかを聞いて、あ、そこにまず共感したら私はそのショーに、私の作るショーに参加してほしいなっていうのがあって、あとその人のデザイナーさんの人間性とかも見て、ちょっとそれで、あ、私がそのデザイナーさんのために世に発信できるんだったらって思って、なるほど。ブランドさん、人間性まで大事なんですね。人間性。そうなってくると大丈夫か。人間性を磨くところからですね。私まず。聞きたいことがある。あ、はい。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。服飾学生です。文化服装学院のリテールプランニングコース田中と言います。よろしくお願いします。お願いします。あだ名は何て言うんですか。あだ名は風花ベイビーって呼ばれてます。風花ベイビー、はい、風花ベイビー、はい、あだ名です。なんか自分でブランドも作って、はい、あの洋服を販売されたということで、はい、私も全く同じようなことをしようとしてるので、ちょっとお話を聞けたらなと思うんですけど、はい、私でよければ、はい、ぜひ。これってどこで売ったとか、その今回今年は、リテールっていうコースの中で、オンライン販売をしました。オンラインアプリのベースっていうアプリを使って、オンライン販売を1ヶ月半の間でしました。へえ、すごい。どのぐらい売れました結局？1ヶ月半で大体60万円弱。いいな。お金にがめつい。最初は30万円とかで全部仕入れとか完了させて売り上げを取るっていう感じだったので、だから要するに30万円以上稼がないと赤字っていう。あー、そうだ、はい、そう、シビア。30万で、はい、これで60万売り上げた。そうです。すごすぎない？そうなんです。私が作ったブランドはここに商品があるんですけど、かわいい、めっちゃ。ありがとうございます。すごい。自分で全部デザインをして？そうです。基本的にこれアクセサリーとかのパーツとか以外は全てグラフィックは全部自分で描いたり。手書きで描いた？はい、手書きで描いたものをデザインに起こしてもらったって感じなんですけど、フーディーとかだとこれが描いたものになります。え、すごい。これ自分で描いたんですか？そうです、はい。まず絵が上手くないですか？いや、そんなことないですよね。すごっ。お、天才ですね。私たちは基本的にインスタグラムを活用して、ショップの PR を行ってて、やっぱりフォロワーさんを増やすところから始めて、第一印象で、あ、フォローしたいって思うようなページ作りを心がけました。すごい。わあ、これは可愛いわ。すごい。レイアウトもめちゃめちゃ考えられてますね。はい、めっちゃすごいよ。何枚かで1枚に見えるようになったり。でもこれってすごい大変で、私もやったことあるんですけど、めちゃめちゃ計算して色味とかね、はい、ちゃんとやっていかないとここまで綺麗なインスタ作れないんですよ。すごい。これは見に来るわ。ありがとうございます。かわいいな。SNS を管理してるメンバーと一緒に共有しながら、次はこれを上げよう。基本的にもう全て計画的に決まってました。じゃないとこんな綺麗にそうですならない。すごい。一個違うアカウントを作って、あの上がった時の感じを一回見てみるっていうアカウントとかもありました。そうなんだ。はい、やっぱここまでしないと。そうですよね、フォロワー増えない。まず何からしたらいいんですかね。デザインとかってこう誰かに見せたりってしました？まだしてないです。そうですか。なんか例えばこのデザインをその具現化する服にしてくれるところに
お願いとかすると思うんですけど、結構質問攻めとかされると思うんですよ。なんかどういうフリルですかとか、大きいフリル小さいフリルとか、透け感があるんですかないですかとか、結構本当に細かいこと聞かれるので、そこでなんかどっちがいいんだろうとかなると、なんかそんなんで服は売れないよとか言われちゃう。そんな怖い人たちなの。いや、やっぱ自分の作りたいものとか売りたいものの芯は買えない、買えないけど、あの欲しいもの、お客様が欲しがってるものって意外と違ったりするので、そこのニーズはしっかり調べてから商品を作った方が作るのが大事かなと思う。そうですね、はい、狭間、そうです。どうしよう、おじさんばっかり集めちゃった。絶望してる。ありがとうございます。勉強になったのはもちろんなんですけど、なんかやりたいことも増えたし、やらなきゃいけないこともやっぱ見えてきたので、これからそれを形にしていかなくてはいけないなと思って、まずは私デザインを描く描き方がよくわからないので、見せてもらったりしたんですけど、でもやっぱり基礎がないと書けないのかなってすごい思ったりとかしたので、細かいディティールだったり色味だったりをやっぱ細部まで伝えないと、作ってくださる方々には通じないみたいなことを言ってらっしゃったので、やっぱその通りだなと思って、まずはデザインの書き方からやっていきたいなと思います。はい、本日の動画も見てくださってありがとうございました。そして私はインスタグラムで今いろんなコーディネート、プチプラのものを紹介していたり広報もしていきたいなと思っているので、ぜひそちらの方もチェックしていただけたら嬉しいなと思います。この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。